車中泊におすすめ車選び、2024年エコで夫婦旅の最新情報。2024年車中泊に最適な車選びには数多くの選択肢があります。特に重視されるのは室内の広さ、フルフラットにできるシートアレンジ、燃費の良さ、そして快適な装備です。ここでは車中泊に適した車種の特徴と具体的なおすすめ車種をいくつか紹介します。車中泊で最も重要なのは室内の広さです。狭い室内では長時間同じ姿勢で過ごすことになり、健康に悪影響を及ぼす恐れがあります。したがって横になって寝返りを打てるような広いスペースが必要です。またフルフラットなスペースを作れるかどうかも大きなポイントです。シートアレンジでフラットにできると広いスペースを確保でき、車中泊がより快適になります。おすすめ車種の紹介。日産セレナ、特徴ミニバン市場トップクラスの室内空間、2列目3列目フルフラット化可能、良好な燃費性能、デメリット高い車両価格、維持費。三菱デリカ B5、特徴車中泊に最適な外観デザイン、走破性 100V の AC 電源搭載、デメリット高めの車両価格、乗り降りの不便さ、燃費の悪さ。トヨタのは特徴力強い外観デザイン、広い室内空間、 AC 電源のオプション選択可能、デメリットシートに凹凸ができる、外観デザインの好みが分かれやすい、高い車両価格。ホンダフリード、特徴小回りが効きやすい、豊富な車中泊グッズの用意、フルフラット可能、デメリット高い維持費、一人使用車には向かない、燃費が良くない。さらに軽自動車では特にホンダ N バンが車中泊におすすめされています。この車は荷室を低床化し、高さがある荷物でも楽に積載可能です。また運転席以外をフルフラットにすることができ、大きな荷物の出し入れも容易です。ディーラーオプションのマルチボードを使用すると、前席からラゲッジルームまでほぼ段差なくフラットにできます。このような車種は車中泊を快適にするために重要な要素を備えています。次に車中泊を快適にするためのポイントを解説していきましょう。室内空間の広さ、長時間の滞在でも快適に過ごせるよう室内が広いことが重要です。特にフルフラットにできる車種を選ぶことで寝返りが打てるスペースを確保できます。フルフラット化のカフシートがフルフラットになることで広い寝空間を確保できるため車中泊に適しています。燃費、長距離移動を考慮すると燃費の良さも選択肢に影響します。特にエコカーなど燃費性能が高い車種は経済的にも有利です。快適な装備、 AC 電源や豊富な車中泊グッズが用意されている車種など、車中泊時の快適性を高める装備が整っているかも選択のポイントです。2024年における車中泊に最適な車選びでは、これらのポイントを考慮することでより快適な車中泊ライフを楽しむことができます。上述した車種はそれぞれ独自の特徴とメリットを持っており、車中泊に求める条件に合わせて最適な選択をすることが大切です。また車中泊を快適にするためには車選びだけでなく使用する設備も重要です。快適な車中泊体験のために役立つグッズや設備についてさらに詳しく掘り下げてみましょう。車中泊をサポートする設備、ソーラーパネル。車上での長期滞在を考えている場合、ソーラーパネルを設置することで持続可能なエネルギー源を確保できます。特に車中泊用のポータブル電源と組み合わせることで電力の自給自足が可能になります。車載冷蔵庫、食材や飲み物を新鮮な状態で保管するためには車載用の冷蔵庫が便利です。電源は車のシガーソケットから取ることができ、長時間の旅行や車中泊には欠かせないアイテムです。ベンチレーションファン、車内の空気を循環させ快適な室内環境を保つためにはベンチレーションファンの設置が効果的です。特に夏場の高温時には車内の熱気を排出するために重要です。他にも車中泊を安全に楽しむためには以下の点に注意が必要です。換気、定期的に窓を開けて車内の空気を入れ替えることで車内の CO2 濃度を下げ、快適な睡眠環境を維持できます。立地選び、車中泊をする場所は安全性と放従前のテーマに加えて、車中泊をより快適にそして安全に楽しむための関連ネタを追加します。車中泊はただ車の中で寝るだけではなく、計画と準備を要するアクティビティです。以下の点に注意して車中泊の経験を向上させましょう。次に安全と快適性を確保するための追加ポイントとして、選定地の安全性、車中泊を行う場所を選ぶ際には安全性を最優先に考えましょう。公式のキャンプ場や車中泊が許可されている駐車場を利用することが望ましいです。不法侵入や私有地での無許可の車中泊は避け、事前にルールを確認しましょう。緊急時の対策、緊急時に備え、懐中電灯、ファーストエイドキット、携帯電話の充電器、そして必要な場合は自衛用のアイテムを準備しておくことが重要です。
また現地の緊急連絡先を事前にリストアップしておくと良いでしょう。プライバシーの保護、車中泊では他人の目からプライバシーを守ることも大切です。遮光カーテンやサンシェードを使用して車内が外から見えにくくすることでプライバシーを確保しましょう。地域社会との調和、車中泊をする際には地域社会や他の利用者との良好な関係を保つことが大切です。夜間の騒音を避け、ゴミは持ち帰るなど周囲への配慮を忘れずに行動しましょう。車中泊はただ寝るためだけではありません。自然の中での新たな経験や日常からの一時的な逃避としての側面もあります。星空の観察、読書、写真撮影、地元のグルメの探索など車中泊を通じて多様な楽しみ方が可能です。また移動の自由度が高いため、計画になかった場所への訪問や天候に応じた柔軟な行動も魅力の一つです。車中泊は適切な準備と心構えを持って行えば非常に豊かな経験となり得ます。安全性、快適性、地域社会との調和を重視しつつ、自分だけの車中泊スタイルを見つけてください。そして自然との触れ合いを楽しみながら新たな発見や癒しを得る機会にしてください。